こんにちは、世界中の軍隊と BTS ファン。昆虫こんにちは、BTS ファンのための幸せと驚きに満ちた月、6月へようこそ。カレンダーにマークする必要がある2つの重要な日付があります。6月12日と6月13日。これらの2つの日付を特別なものにするものを見てみましょう。6月12日から即人は家に帰ります。6月12日は、BTS ファン。 特に即人ファンに大いに期待されている日です。即人、またはジンとしてよく知られています。カリスマ的で才能のある防弾少年団のメンバーの一人、その日に兵役から家に帰ります。ジンの復帰はもちろん、この時間の後に非常に待望の瞬間です。ファンは BTS の残りの部分と彼女の背中を見て、彼女の信じられないほどの魅力でエンターテイメントの世界に戻るのを待つことができません。 6月13日から防弾少年団の記念日。6月13日は世界中の防弾少年団と軍にとって歴史的な日です。この日、私たちは BTS のデビュー11周年を祝います。10年以上にわたり、BTS は世界中の何百万人もの人々に音楽、愛、インスピレーションを提供してきました。この特別な瞬間を祝うために、 BTS とビッグヒットエンターテイメントは待望の驚きを用意しました。それは新しいアルバムですかコンサートスペシャル。ソーシャルメディアプラットフォーム上の排他的なコンテンツ。今まで、驚きはまだ謎ですが、確かなことが一つあります。BTS はファンを特別で価値のあるものにする方法を常に知っていました。だから、6月13日に防弾少年団からのニュースや発表をお楽しみにしてください。 誰がとても興奮していますかこれら二つの大きな瞬間で、それは世界中の軍隊が熱狂的であることも不思議ではありません。ジンの復帰と防弾少年団の誕生日のお祝いは、6月を非常に意味のある月にします。私たちの多くは、防弾少年団がどのような驚きを準備したか、そして彼らが常に彼らに忠実であったファンと彼らの業績をどのように祝うかを見驚きの準備をしましょう。 これらの重要な日付を待っている間に、過去10年間の BTS の旅を振り返ってみましょう。ノーモアドリームでのデビューから、ダイナマイトやバターなどのヒット曲で世界的に成功した BTS は、音楽業界の顔を変え、愛と友情のメッセージで何百万人もの人々に影響を与えました。彼らの音楽だけでなく、ユニセフとのコラボレーションによる、ラブマイセルフなどの社会活動やキャンペーンへの取り組みも刺激を受けています。 BTS のファンと世界への献身は、アーティストだけでなく、はるかに大きなプラスの影響を与えたアイコンにもなります。軍はどのように参加できますかジンの帰還と BTS の誕生日を祝うために、軍は様々な方法で参加することができます。いくつかのアイデアが含まれます。オンラインパーティーを持っている、BTS のコンサートやお気に入りのミュージックビデオを再視聴するために軍の友人と仮装パーティーを持っています。 ファンプロジェクト、事前団体のための資金調達やお祝いのビデオの作成など、軍のコミュニティが頻繁に開催するファンプロジェクトに参加していく未来に向かって、ジンの復帰と防弾少年団の11歳の誕生日のお祝いは、彼らがどこまで来たか、そして彼らの未来がどれほど明るいかを思い出させます。新しいプロジェクト、進化する音楽、そして軍の必要な愛で、BTS はより多くの課題を克服し、 将来的にはより多くの成果を達成する準備ができています。だから、6月の今月の幸福と驚きに満ちた2日間の準備をしてください。一緒に祝い、防弾少年団と忘れられない思い出を作りましょう。詳細については、BTS とビッグヒットエンターテイメントのソーシャルメディアをお楽しみにしてください。皆さん、6月おめでとうございます。BTS のジャンコクは、 演奏中に腹筋を目立たせるために使用する方法です。BTS の偽の愛のパフォーマンスは、ジャンコクがファンをからかうために少し肌を披露しなければ完全ではありません。それはジャンコクがステージ上で彼の腹筋を際立たせるための秘密を持っており、グループのライブ放送中にそれを共有したことが判明しました。ステージソウルのコンサートで踊ることを許可された数日後、スゲはいくつかの興味深いニュースを覚えていた。 彼は言った、3日目に、私はあなたが上がる前に油を置くと言われました。メンバー全員が新しい発見を笑うのに抵抗できませんでした。RM が彼の笑いを隠そうとしている間、j ホープは彼のファンを投げました。彼らが笑っている間、ジャンコクは彼がすることが一般的なことであると説明しました。ジャンコクをボディオイルでからかい、RM はファンに、ステーキを焼いていますか すげはジョン・グクが自分にボディオイルを塗っているのを見ていませんでしたが、ジミンはそうしました。彼は舞台裏で鏡の前でポーズを取り、筋肉を曲げながら自分自身をチェックしているのを見ました。笑って、ジャンコクは答えました。私は見るべきではありませんか。ジャンコクは彼のボーカルとステージでのダンスにすべてを入れているだけでなく、ファンが最高の光の中で彼の腹筋を見ていることを確認しています。 ARMYs がステージにどのように反応するかから、ボディオイルは天才的なアイデアでした。彼の腹筋のための秘密の技術で BTS をクラックアップジャンコクを見てください。大手ボーイバンド BTS を収容する会社 HYBE は最近、世界中の軍隊、BTS ファンと呼ばれるの間で怒りを引き起こした彼らのファンコミュニティプラットフォーム、w e b ー r s に関連する発表を発表した。その声明の中で、 HYB は Webars の構造と機能にいくつかの大きな変更を発表し、ユーザーエクスペリエンスを向上させることを願っています。しかし、多くのファンは、これらの変更が良いよりも害を及ぼすと感じています。この発表には、BTS 限定コンテンツへのアクセスのための購読量の増加、より多くの広告の追加、商品やその他の特別な特典を獲得するために使用されるポイントシステムの変更が含まれています。 一部のファンは、この決定が会社の貪欲さとファンの忠誠心に対する感謝の欠如を示していると感じました。私は非常に失望していると感じています。最初から BTS をサポートしてきた忠実なファンとして、これは HYBE からの非常に残念な動きですと命名されたくなかった一人の軍のメンバーは言いました。私たちは彼らをサポートするために多額のお金を費やしてきましたが、 今では以前より簡単にアクセスできたコンテンツを楽しむためだけに、より多くのお金を払わなければなりません。さらに、アプリ内広告の追加も主な苦情の一つです。多くのユーザーは、より多くの広告の存在がウェバースを使用するときの経験を妨げると感じています。このアプリは、常に広告を見るのではなく、私たちが交流して防弾少年団に近づくための場所であるはずです、と別のファンは言いました。 HYBE は公式声明の中で、この変更はウェバースの運営の持続可能性を維持し、ファンに高品質のコンテンツを提供し続けるために行われたと述べました。しかし、この声明は彼らが利用されていると感じるファンの怒りを和らげるのに十分ではないようです。広範な抗議に依頼て、一部のファンはウェバースの有料機能に対するボイコットキャンペーンを組織し始め、 HYBE に彼らの決定を再考するように頼みました。彼らはソーシャルメディアを使用して、様々なプラットフォームでトレンドになっているハッシュタグ、ハッシュタグボイコットオェバースへの不満を表明しました。このような状況は、ファンの期待と同社の事業戦略との間にギャップがあることを示しています。HYBE は、すべての当事者を満足させる中間点を見つけ、 これまで BTS の成功のバックボーンであった軍の強力なサポートを維持することが期待されています。